息子くんまた暇やったら遊びにおいでや。まあ家近いからね。近いよって。こっからやったら10分ぐらいか。自転車でそんなもんやな。なかなか今日は山の中ちょっと走ってきて映画見てから、うん、あ、そうなんや。うん、葛城の方からずっと向こう1回抜けて、うん、一回またがってみ、どんなんか。うん、またがってみ。え、いいの。かまへんやん。クレバウルフに言うてワンフって思うてスクリーン、うん、じゃあなんか作ってくれてもいいの。あ、お前のこの位置数で十分効くん。これあ、もう十分効くよ。綺麗に曲げてあるやろ、顔に当たらんようにさ。うん、これも、まだ全然走ってないから綺麗けどな。走り出したらもう汚くなっていくわ。でも引き起こしがなんかこの、うん、軽いな。でも結構軽いやろ。もう重心が低くなってるんだ、うん、こっちは出てへんのにこっち出てるのはなんで。これどれどれ、これ。あ、それな、もともと殺したかったんやけど向こうがバカになってなってもうとかあれになったんやけど、あれも、あ、そうそう、あれもなんかそのうちなんとかする。ブサイクなんかカバーついとったなんか。そうそうそう、レスでも入れれんのにな。もともとついてたんこれ、うん、そうそうそう、ネジ穴っぽいのあるな、うん、カパンカパンとはまるから、これ皮かなんかで作ったらちょうどいいぐらいの違うかな。うん、ただウエスト入れとったりスマホ入れとったりできるかな。うん、気づけて帰るや。イエイ、このステップ懐かしいわ。ハハハ、ステップ。そうだね、俺もつけてたもんな、それ。リアのあれも TNK さんのやつやけど、もう亡くなりはったからね、あの人。え、ほんま？社長亡くなりはったやん。ガンで。知らんかった。会社も亡くなったもん。もうないはずやで。うん、あ、東大阪かどっかでやってて。うん、そうなんや。それ全然知らんかったな。うん、また、気づけてな。